まず4月全体ですね、三碧中級の年の三碧中級の月ということで、今年の傾向が色濃く出ます。なんで今年の傾向はね、毎回脅かしたくはないんですが、災害がね、いろいろあるっていうことなんで、地震があるんじゃないかなっていう予想ですね、4月は。だから皆さん備えといてくださいっていう感じです。あと4月は楽しみなことに大開運デーがありますね。いつもの開運デーに大がつくんですけど、まあ何をする日かっていうと、吉カフェ吉旅行がおすすめの日になりますね。この大開運デーは佐々木ひろの公式 LINE で限定動画をお送りしてますので、そこからやり方動画は見れるんですけど、もう少し、大開運デーの活用の仕方、深く基地が取れるやり方をお伝えしようかなって思います。まず大開運デーは4月11日、20日、29日ですね。この3日間なんですけど、その日に自分の吉方位にお出かけになって、日帰り旅行、温泉旅行おすすめなんですが、この自分の吉方位っていうのは LINE ご登録者さん限定の動画でお伝えしてます。そこに行ったら開運アクションがありますので、それをやってみてください。大開運デーのやり方の限定動画を見てからの方がいいかなと思うので、ちょっとメモっとくといいと思うんですけど、まず南東の時刻と北の八白が開運デーで使える人、まあ南東の時刻と北の八白どちらかに行く人ですね。この方位に行く人は観葉植物を購入してくるといいです。土付きのやつ、植木に土が入っているやつ、お庭の植木でもいいかなと思いますけど、観葉植物を購入してきて、最初の9日間は寝室に置いといてください。で、それが終わったらお庭に植えるとか、自分のリビングの日の当たるところに植えるとかして触れればいいです。その吉方の土のエネルギーを連れて帰ってくるっていうことですね。それをやってください。で、ちょっと邪気とかそういうのが気になる方は、軽く塩を、あんまりいっぱいやると植物に影響があるので、軽く土に粗塩をちょっとやっとけばいいかなっていう感じですかね。なので南東の時刻、北の八白に吉方に行く人は観葉植物買ってきてください。そして次、南西の九紫火星に行く人、温泉に入るか熱い飲み物を飲んできてください。熱いものを意識して飲む、温泉に入るということをしてください。それから北東の六白、南の七石に行く人、この人は水晶をプログラミングして埋めてくるっていうのがおすすめなんですね。で、水晶ってこんなでっかいのじゃなくていいですよ。ちっちゃいこういうパワーストーンの一粒ぐらいでいいんですけど、これに願いを、自分の願いをプログラミングして吉方に埋めてくるのがいいんだけど、ちょっとやたらなとこに埋めてきちゃいけないので、海岸とかね、埋めても良さそうなところに埋めてくる。水晶っていうのはエネルギーを吸いますので、こっちの思念とか念を吸いますから、願いを吸うんですよね。だからその石に願いを込める、それをその海辺とか砂浜とかどっか埋めれそうなところに埋めてきてください。水晶のプログラミングをして埋めてくる、北東の六白か南の七石に行く人ですね。そうすると吉方からあなたの願いがずっとずっと発信されて、すごくいいよっていうことになります。そして最後、北西の白くに行く人は植物、グリーンを買ってきてください。まあこれも観葉植物ですが、グリーンがいいですね、緑ですね。で、それも一緒でお部屋、寝室に9日間置いた後、窓辺とかお庭とかに植えるということをしてください。そうするとその方位の、意味を深く取り入れられるので、より開運エネルギーをいただけるということになります。ということでね、11、20、29の大開運で、
今の方法でさらに深く基地を取ってください。皆さん楽しく明るく考えて、今年の災害が多いとかね、そういう運気も人間の心次第で軽減できますのでね、楽しいこと考えていきましょうね。備えて楽しく考えていくっていう感じですかね。七赤金星の一番全体運は大宅というのになります。喜び喜び喜ぶよみたいな感じ、喜ばしいことあるよ、喜んじゃって喜びっていう合言葉は喜びみたいな感じですね。七赤らしい感じ、今月は自分の星らしい特徴、4月はね自分の星らしい特徴が強まりますから、七赤は喜びが強まるということで、喜ばしいことがありますよ。実際に例えば結婚とか妊娠とか恋愛成就とかお金が入ってきたとか、そういう喜ばしいことがある傾向もありますし、またこれは七赤っぽいんですけど、喜ばしいことがあるから喜ぶんじゃなくて、喜んでるから喜ばしいことがある、先に喜べるかどうかっていうのが問われているっていうことでもあるんですね、大宅って。だから自分がどんな時でも喜びを見出せるか、それで本当の喜ばしいことが来るかになってくるんですよね。だから辛くても大変でも先に喜びを掲げて進むから得られる何か、そんな感じですね。七赤の人ってそうですよね、結構辛いことありますけども、 あったりしても楽しいことを抱けるっていうかな、そういう資質がありますから、それができるかどうかでこの大宅、喜ばしい喜び事っていうのが生きてきます。そして南にいるので名誉のあることが起きるかも、名誉が受けられるかも、もしくは人前でお話しする機会があるかもっていうことで、ちょっと人前に出る機会がありそうなので、おしゃれに気を使う一月にしてください。仕事するような格好がいいかな、オフィスレディみたいな、そういう風にしていつでもこう前に出れるようにしとくといいかなと思いますね。それから南なので情熱を持って進むということが大事なので、七赤の人ってね、情熱って何みたいなところ、なんか情熱がないわけじゃないんだけど、タラタラしてるっていうか、なんていうかテロテロしてるっていうか、ふふふふふふみたいな感じで、すごいいいんですけど、それはそれで。でも今月4月は南で大宅で、情熱が大事になりますので、一回ちょっと本気出す、情熱的になってみるみたいな、そんな七赤どうでしょうかね、そうすると名誉があるかもしれないし、栄誉を受けるかもしれないし、本当に喜ばしいことが起きるっていう風な期待ができます。ということでまとめると、1つ目、喜ぶことがあります。2つ目、でも先に喜ぶことが本当はいいよ、先に喜べるかどうか。3つ目、そして情熱を出しましょうということですね。ぜひ心がけてみてください。七赤の情熱見てみたいです。はい、続いて2番、ラッキーパワーストーンはストロベリークォーツですね。七赤らしい石だなって常に思っています。ストロベリークォーツ、今月ちょっと高級な石ですけどね。チェックしてみてください。そしてラッキープレイスはカフェですね。カフェ行ってください。おしゃれスイーツがあるカフェとかいいですね、はい。そしてラッキーフードは厚焼き卵ですね。卵料理なら何でもいいんだけど、ちょっと厚焼き卵、七赤っぽいかな。そしてラッキーカラーはピンクになります。ピンクのねカラーで可愛らしい演出してみてください。そして3番、開運ワークです。今月は情熱が湧くこと10個書き出ししてみました。
七席の人って何に情熱湧くのかなと思って、やっぱり料理とかそういうことかしら、食べる系ですかね。まあ、自分が情熱が湧くことを何かなっていうのを考えて10個書き出して、全部やることないけど一つぐらいやってみるのいいかなと思います。情熱燃やすっていうものですね、はい、やってみてほしいです。そして4番、星の特徴、七赤金星、今月は説明というのを取り上げてみました。説明っていう意味があるんですね、七赤。やっぱり言葉の力が強いですから、七赤って説明すごい上手なんですよね。頭がいいしね、あと情報量が多いっていうのかな、細やかに説明できるっていうのかな、頭が数学的なんだよね、七赤ってすごく。だから1から10まで網羅してお話しするのすごい上手なんですよね。細かいところとか押さえておくべきポイントとか、そういうのを説明に載せていくのがすごい上手なので、七赤の人説明のお仕事いいんですよね。だから私みたいに企画をお伝えするとかそういうのいいし、コーチングとか向いてるんですよね。気づくためになる話ができるっていうことですね。気づきのポイントを抑えができるって感じかな。ためになるお話ができるし、説明が上手っていう感じですね。だからお話しする仕事すごい向いてますし、苦手かなと思ってもやってみると人より上手なはずです。なので説明っていう仕事おすすめかなと思います。ということで七赤金星終わりました。なんで4月は特別な月で、年番月番重なるので、自分の星の特徴が色濃く出る月になります。9つの星の運気が、まあ、そのまま自分の星の特徴にもなっているんですよね。だから自分らしくあることが大事な一月でもあるかなと思いますね。そして大開運デーがありますので、3日間ありますので、よかったら宿泊予約とか今からして、で私の公式 LINE 登録していただければ、大開運デーのやり方位の取り方の限定動画も配信してますので、参考になさってもらうといいかなと思いますね。はい、でぜひ公式 LINE にご登録いただきたいんですけども、公式 LINE 7大プレゼントっていうのがあって、誰とでも仲良くなれる魔法の相性術とかね、初心者向け気学の基本の話とかね、本当の干支とは60種類の十二支とかね、毎月の開運デーと方位はこれは限定で配信するし、あと毎日のラッキーフードをラッキーカラー送らせてもらってるので、これでみんな毎日のラッキーカラーを身にまとって運気アップしてる方結構いるんですけど、今日も私ね白と黒がラッキーカラーなんで今日黒着てるんですけど、そういう風にね、公式 LINE が7台プレゼントもらえるし、私の講座の情報も送るし、ぜひご登録ください。無料登録です。概要欄から登録できるのでお得だと思います。